この実験は竜巻発生装置で、小さな発泡スチロールのボールです。球ですね。これ5ミリぐらいの大きさなんです。これを入れてどのように、運動しているかということを調べてみます。それでは掃除機で吸ってみます。このように激しく旋回している様子がわかります。これで吸うのを止めてみるとどうなっているでしょうか。発泡スチロールの球には静電気が帯びて、このようにですね、バラバラになっていると、離れ離れになっているということがわかります。周囲に斜めの切り込みが入っていると、そして吸い上げるだけでこのように竜巻のような状態が発生するということが分かりました。